はい、塩釜割ります。塩釜、この塩釜は去年の、0.8 ヶ月の若い鹿です。鹿の桃です。0.8 ヶ月だ まだ割ってねえの。森田さん割ってない。誰がやるの。ちょっとだ。せーの。全然ちょっと待って。開けてる。それはまだ塩に生まれたて。ナイフとこれ、ナイフと。うまい。一緒に食べるんですよ。自分で加工するのは自分で作ったら実際やる。ダイヤとかがカラッとしてるんですよ。この世界はグレーンって呼ぶんですよ。今自衛隊でもそうなんだけど、今自衛隊使ってるのは308ナトっていう。ナシ。あ、これは七節だ。はい。七節の赤ちゃんだ。そうですね。うん、あれ持っている？これ、はい、あげるよ。はい、せーの。はい、もう一つ。一緒だ。まだ取れてねえや、ごめん。多分彼女はこれは何々何の幼虫だとか言うんだよね。すごい綺麗。なんかでも元気なくなっちゃった。でもなんか緑のなんか汁が。なんか汁で。大丈夫。俺の力加減が悪かった。死んじゃった。汁が出ちゃった。死んじゃった。あ、でも。イモムシ結構でも。でっかい。近くから。近くから気をつけて。はい。さっきから角出るから気をつけて。はい。多分攻撃をから守りたい首のあたりのひだと、あと受けやすい肩とか、追っかけられた後ろからの臀部が特に発達したんじゃなかろうかと、勝手に推測している。したってね、意識してじゃあケツに2歩生やすかとかってできないもんね。結果としてね、結果としてありがとうございます。ありがとうございます。